間の番組はリンケンバンドのライブハウスカラハイとデビチの唐揚げが美味しい沖縄料理店フエヌティンがお送りします。街もいいね。街いいね。街の明かりが多いね。ここで歌う歌か。ふるさと寿司。ABC ストア。これは人気ですよね。ここが、ワイキキのど真ん中 ね。ちょっと僕あれだね、こう寒い感じがするんで。そう。僕だけじゃないスーツ着てるのは。僕だけでしょ。みんな。あ、何かあれ、何かあれよ。カメハメ派大王じゃないの。違うよ、あれは何か。違うのこれ、カメハメ派大王でしょ。あれじゃない、あの何かサーフィンの神様みたいな感じで。サーフィンの神、あ、本当だ。また俺いい加減なこと言ったね。いや、しょっちゅういい加減なこと言ってた。すごいね、よくわかったね。いや、すごいわかるよ、それは。うわー、本当だ、サーフィンの神様。すごいショップ、見て。これ全部ブランドですよ。あ、全く私には関係ないところです。でも関係ある人に入ってきましたね。ブランド好きな人たちがいますね。好きな人はね、好きな人ですね。しかしまあ日本のお客さん前から多いですな。まあ日本人多いね、結構ね。どう見ても日本人っていう方が多い。沖縄の人はさ、うん、大抵ハワイに親戚がいたりするじゃん。そうそうそ そういますよ。リンケンさんとこは？います、ハワイに、ハワイ島にもいますよ。ハワイ島、あのビッグアイランド、 いとこのまたいとこがいます。またいとこがすごい親戚多いじゃん。うん、多いんですよ。こう何か人が圧倒的に多い感じしない？ここはやっぱりさ、ここメインの通りでしょ。うん、メイン通りだけど、メイン通り、こんなハワイのメイン通りをね、あっちゃあっちゃするとは夢にも思わなかったね。そうですね。これなんだろう、ここは人がやっぱり沖縄の人って全体が国際人なんですね。うん、そうかもしれない。僕ね、お母さんをね、一回連れてきたんですよ、ここは。おお、親孝行しい。うん、そしたらね、この方で、あの10年前の南米の方がライブしてたの。おお。そしたら、うん、いきなり聞きながら踊り出してさ、カチャしよう。血は争えんな。あ、ちょっとこれは何、ハワイアンですよね。ハワイアン。あ、いい感じですね。まあ、いわゆるサークルっぽいね。サークルっぽい、いいじゃん。あのサークルでも日本のサークルって対象ごとのサークルとかいるじゃない。ああ、はいはいはい、ああいう感じじゃないの、ほら、好き勝手な楽器みんな持ってるよね。勝手連的サークルやね。うん、いいね。そして、こちらがカラカワアベニューの、あの有名なホテルね。そう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 、サーフライダー。意外に人がやっぱこのここが一番繁華街なのかな、この辺が。そうでしょう、それはやっぱりなんていうんでしょうね、うん、夜も人通りや、まあ国際通りみたいなもんだな。そうですね。でもちょっと、ああまたパントマイムのおっちゃんがね、はい、まあ、うー、すごい。ちょっと写真一枚撮ってみようかな。パーツじゃない、本当だ。なんかみんなここ大道芸っていうの、大道芸やってる人がいるね。今のおぶさんさん、こうして歩いてた。違う、あのほら、踊りながら車引いてる。
見てないのに見るなんてやってしょうがない。結構人気なの。人気あー、なんか幸せそうに寝てる人もいるね。もう本当に酔っ払ってさ、もういいやみたいな。俺だけだな、このケーキ着てるの恥ずかしいな。大丈夫だよ、サンダル、この草履が、決め手だから、ね、決め手になる。ポイントはポイントは草履か。ポイントは草履。アイム草履って言うの。あ、だんだん熱くなってきた。ちょっと脱いでみようかな。やっぱりこれは、はいはいはい、ただ大丈夫。はい、サンキュー。やっぱり抜いたらさっぱりした。やっぱりね、ココナッツですよ。ココナッツか。ココナッツじゃないですよ、ココナッツですよ。あ、またこれ、あれだっけね、なんていうの、パフォーマー、パフォーマー、パフォーマーズ上手だね。でもね、じっと動かないっていうのがすごいよね。トイレ行きたくなったらどうするか。いっといれ。多分休憩するんじゃないの。これだから動かないから休憩してる。あれ、口パクのギター版じゃないの。違う違う、なんか CD 流してるんじゃない。違う違う、カラオケをバックに流してから。カラオケをバックに流してる。そうそう、マイナスワンとかあるじゃない。手が離れてるのにギターの音鳴っとったよ。それはあの伴奏のパートです。伴奏ね。あ、これこれこれ、写真撮ります。あ、これね、インターナショナルマーケットプレス。マーケットプレスね。インターナショナル中へ、ね。ね、何時審査なの。もうカズさん、パチ分からなくなってましたね。こうオーディション、結構オーディション、オーディションしてレギュラーになってるよね。はい、いや、投手ならまだ作戦です。やんなや、まだ分かんないです。じゃあ、どうするんですか。どうしようか、今日もやってみる。いいんですか、お願いします。お願いします。ちょっと今日ちょっとな、じゃあ帰ろうか。おい、帰ろう。皆さん、何ですか。まだあなたの影響力すごいんですから。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、ます見てみよう、はい、新ネタも見てください。はい、よろしくお願いします。天地たるむやリンクリン、腹の中ぐすくからチャービタン、ぐすうよういっぺんゆたしくゆたしく、にげえサビラ。オッケー、ピンポーン、はーい。はい、お客様ご注文を決まりましたか。生一つと。はい、生一つ。おい、ハブじゃねえか。マンゴース超久しぶりだ。久しぶり。なんでよ、全然久しぶりだな。新聞で今問題になってるぜ。何がヤンバルクイナだろ。そこちょっと考えないと。でも俺はそこら辺にいる、うん、ネズミとか、うん、虫を食えるやし、まあな、無駄に毒持ってるお前と戦いたくないわ。痛くない。うわー、痛いわー。じゃあな、先輩なんかのこと考えたらかわいそうだな。どうにかしてできないかな。なら今それを復活させようぜ。どうやって。銃や栗だけ運抜きんってゆしりでちゃびたん、不通よちゃえびたかや。銃や長いラリーしぐぶりなびたん、安心よりまでうんじちゃびた。うん、 See you、 安心や。あ、失礼しました。すいませんでした。謝んね。長いな、まあ、でもいいよ。ありがとうございます。そうですか、いい。初めて褒められたんじゃん。ちょっと簡単ですけど。いやいや、面白い面白い。面白い。うん。あ、よかったね。また続きみたいね、これね。ということはこれ静かしようか。ありがとうございます。違う違う、このこのコントよ。このコントを、このネタを、この続きを見たい。ドラマ的な感じ。そうそう。やった、今嬉しい。もう将来的にじゃあマングスがどうなるのかとか。だいたいテレビであの流してる時は、はしょってるじゃん、いつもね。はい、もう見せないように。でもあのこれはなんかはしょりたくないようなって。おいおいおい、本当にですか。評価いいな、今日な。だよ。なんか今日機嫌いいですね。機嫌いい、機嫌いい。なんか機嫌もいい。いつも一緒じゃない、機嫌は。
はい、まあでも良かったということで次回にまたやろう。逃げてるか。帰りますか。いつもこれが。フエルティンのそば食べにですよ。おすごいね。すごいね。行きましょうか。はい、ね、はい、はい、以上。でね、こっちから入るところやろうか。はい、お願いします。これ入るところとか。どんどんポーク。明日ポークうまくなってきたのに。うん。あ、これ写真撮ります。これね、インターナショナルマーケットプレス。マーケットプレスね。インターナショナル10円。でね。またある人がこのガジュマルがガジュマルはこれ聖地すごいガジュマルこれ写真撮ってみちょっと入ってみる。おいしそう。まあ綺麗なお嬢さんがいっぱい入ってね、うん、ええー、とこですな。ええー、とこですね。ほらほら、まあいいですね。ここは結構古いよね。うん、昔からあるよ、うん。ここは錦鯉がいる。見てみましょう。ほら、これちょっとすごい濃いね。でかい。夜持って帰って、で刺身で。違う、安島の前のあそこに。いやいや、でかいよ、これ。普通じゃないわ、これ。普通じゃない？こんなでかいの。うちのもっとちっちゃいじゃない？そうだね。うん。いや、すごいガジュマルだね、これね。と思います。どうか。すごい木だよ、これ。この枝っぷりが。これはもう少し歩いてみようかな。なんかアイスみたいなの食べたいね。アイス？うん。アイスクリームみたいな。俺はビールだ。なんかやっぱりトコナツなんでしょ。トコナツ、え、ココナツ。いやいや、トコナツなんでしょ。トコナツということは、ということはアイスを食べなくちゃ。アイスやるわけ。まあビールでもいいけどね。ビールでもいいじゃん。うわー、これすごいな、すごいな。まあでもな、何にも俺欲しいもんないわ。だから僕もそうなんだよ。全然欲しいインターナショナルマウル。インターナショナル、インターナショナルって言ってる割にはインターナショナル。じゃあインターナショナルっていう限りは沖縄の人がやっぱいるかもしれない。いやいや、多分いると思うんだけど、商品が似たり寄ったりだね。全部ほらお土産っぽいじゃん。お土産店っぽい。やっぱ沖縄の人じゃないですか。沖縄の人でしょ。沖縄？あ、違う。違うんだよ。違う。沖縄の人は誰か知りませんか。You know somebody from Okinawa people? Just Okinawa people. Okinawa? No. インターナショナルプレイスやから、やっぱ沖縄の人いるはずやけど、沖縄の人探そうか。いやいや、あ、雨だな。雨ですね。雨だけど、あ、じゃあちょっと、ここは、ここは、ここのどこと。どうしますか。もうそろそろこの辺も飽きたな。ビールない。ビール。まあだらだらと僕らの旅は続きますね。話すのがだんだんなくなってきてない？これ洋服屋さんが多いですね。興味あるもん、ね、何にもないわ。でね、うん、ハワイにとってカエルが大好きなの知ってた？カエル。あ、そうなの？大好きだね。カエルが大好き。マジ？マジマジ。ちょっと聞いてみようか。ほら、カエルが好きなんですけど。あ、あれね。ほら、こなしてるやつね。聞いてみようかじゃなくて、カエルが好きなの。あ、好きなの。本当に。まあ後で多分分かると思うんですけどね、なぜ帰るか。ほら、こっち帰るでしょ。ああ、分かった。もう家に帰るわ。何が家に帰る。家に帰るじゃなくて、もう不思議なんですよ。だから僕もなぜなんだろうといつも思ってて。タコも売ってるよ。
いやいや、もうそんな、そんな日じゃないんですよ、カエルは。カエル好きなんだ、うん、カエル命。あ、マッサージある。あ、本当だ、マッサージぐらいやな、これ。どうですか、6枚19ドル。安いの高いの？よくわからんけどな。6枚19ドルというといくら？6枚で1900円やから、もう19ドル99セントだよ。1枚300円ちょっと。20ドルよ。2000円よ。2000円で6枚やろ、サブ618、300円ちょっとや。違うでしょ。なんだそれか。だって今ちょっとドルが、だから1ドル100円ぐらいで、1ドル100円ぐらいで1999円や。2000円よ。だから2000円も1999円、1円差や。で6枚やろ。で6で割ったらさ、サブ618で1800円、200円余るやんか。200円を6で割ったらいくら、うん、6424、6318やろ、333円。高いの安いの？安いんちゃうか、300円やったら。じゃあお土産買ってったらこれでいいかもしれない、ね、あれ T シャツ。お土産やったら高いやろ、こんな300円もするもん人にようやらは。いや300円はやるでしょ。いくらなんでも3ドル33円さあ、安いね、こりゃ。あ、これ何、クリスマス？ここもうクリスマスなの？すごいね。ワイキキクリスマスストア。あ、年中クリスマスや。あ、年代のやつやな、こいつら。メリークリスマス。ああ、喜んで。一応反応しよう。誰でも反応するでしょっていう。よし、じゃあこの辺で一旦お別れしますか。またこの通りを。ビール飲みに行こう。そうね。はい。じゃあビール飲みに行こう。そうだね。じゃあビールタイム。投げさを我慢、お見えさとね。ね。あれさ、今から異語くないさ。あまこまガン歌いだから。ひろまみし。うん。キラマーミー氏がマチジェミーランという有名なうちなことわざがいして、ユシブト。ナホタリとかユンタンザイレからこれキラマーミールバレして、またイザナウティンよ。キラマーミーティンマチジェミーランという、そういう土地気も。あんの、うん、これあれサッタのことがあればある、うん、ミーランさんにイザナからミーランのアンスクと、ミーランさん俺アンスクとあれやればって、うちの定番やれば。あ、東大元暮らしいんだよ。いや、うん、チュラササヤ、チュラキラマリッパミンや、町でちゃうが、みんちょ、きさからニュースがならさ、いや、みんな町でパシパシしね、しばしばしね、みんどや、やめよ、うん、おんちゃくとねえさ、町あれ、ニーシェのゴリバ、シャドウかかとしてもね、やめ、かかとんな、うん、若いぐるささかかとんの、かかとん、あ、それ、めちゃらさん、いや、違う、キラマからユーミンも町じみしがるか、キラマンミール、キラマミしがる町じみいると無知かさんくれ。いやよ、いわ、哲学一丁の。わむな。リスクをじれり。あの、ぬうや。ぬうがな話やってみよう。やが話してからよ。ぬうがな、こう、無知かすくないときがいいな。やん、うん。簡単な話、無知かしくなさに。うん、無知かさの話、簡単し話す。あの、ならすんというか。いや、りんすけ的やっす。あれ、リンスケンやったんよや。いや、あれ、あれ話もさたんや。うん、犬のことばちちゃのことやね。あんな。マヤのことばちちゃのことやね。うん、でさ。ミヤウとかワンとかいうの普通やんの。うん。それがヌーイチョウガというの。わからんさ、これ。マヤがやってやる、こっちあっちあねてや、すぐトンケやに、受精や。うん。固まいし。うん。クマン固まいし。うん。ヌーがイチョウランチ感じるわや。うん、うん。低用感の。うん。やったが。ちょっと。いや違う、脳がな、胃腸はじゃあ絶対や。脳がな、産むと温度。かんなじ産むと温度。
生あのアケンデリキンデリリアリア、うん、流す、うんうん、アケンデリキンデリなひちゅ、うん、みみちゅみひちゅみみちゅみって意味わからんばあで、まあまあ、なあ、うん、アケンデリキンデリうん、うまなくてもだうちなうちなんのえアケンデリキンデリとかやえ、わからん、初めて出産これ海とか海国のことがやるばあで、うん、あやみひちゅみひかにてわからんばあで定くわからんばあで、うん、中途半端弟子、うん、が、あのみちんさんうん、七人さん、七人さんって、うん、なんかキンデリキンデリ、キンデリキンデリ、あいやなまた言葉を若いさやん、これのが言ったあの以前のふにむちゃったあげらんそうだね、うん、俺以前なんでさこう、うちのは十億円、いや俺確認するわけやらしがね、やっぱりの言葉でがや、またあげんちゅうことわからんさやっぱり。ちらさっさじゅんね生人間生あのカーチペイの縁始まってほしいや、うん、2、3日目縁始まやに生カーチの子は、うん、カーチの子はんでれそうカーチやらんばってそうカーチあと 2、3 日って調査やそうカーチじゃんばなカーチペイでしてティーチやらにおらん俺カーチペイで大体1週間から10日ぐらい縁しがよ、うん、言わなまことさねそういそういさに、うん、本当の本格的なカーチやるこれバンない縁に本領の、うん草がいせ、草が民事せ、これがお給さんあたり、ジャフチする場合。うん、あと2、3日あと頂戴する。生のものは、そういうさ、リアンベーせ。リアンベーな。最高の、生の自己一番に最高の季節だよね。一旦し、島の、あれ、チャーナトーが、うん、今年いたすんな。お待ちな。このちっちゃくんじ、うん祭りの女始めらんね、うん、他の村がならんば、うん、かんなじ6月15日一旦目から始まるお町に海切りから始まるならんば、うん、だから俺カジフカワン、うん、アミフラワン、うん、するばよ手びちの唐揚げが美味しい沖縄料理店、フエヌピンがお送りしました。